怪獣8号 PV 公開にはクカフカたちの反応集。騎士官だけで構成された漫画、マジで盛り上がらないがやばくないか。怪獣ってジャンプラでもつまらない部類だろ。最近幼稚園ウォーズが面白いわ。でもわからんよ。アニメがクソ出来が良くて原作の人気に火がついたなんて作品いくらでもあるから、そういうチャンスが与えられたという意味でも豪運。今年やってた惑星のサミダレは作がひどくてかわいそうだったな。おしゃれ系アニメはもう勘弁やで。褒めてる人を見たことない漫画。最近のジャンプアニメに外れはないし、まあいけるだろ。ジャンプってだけで見る層が結構いる。アニメ化で化けそうだな。でもこのアニメ化のティーザーはセンスあるね。ヒットしそうな感じはあるよ。面白いけど王道的な面白さというか変化球が全くない。良くも悪くも優等生的な面白さしか感じない。普通のバトルもの。従来のジャンプ漫画。でも鬼滅よりは好きだよ。ステマ構成でそこそこルート。大怪獣の後始末が世紀のクソ映画で相対的に評価上がったな。戦争や呪術を擁護していた俺ですら怪獣はつまらんと思うもん。キャラ増えすぎて主人公の存在意義がどんどん薄くなってく。これマジでクソつまらんからな。同期は結局ナンバーズとかいう伝説の大怪獣兵器を装備しだすし。リヴァイみたいなやつ出てくるよね。終わったとか失速とか書いてるやつはただのアンチだな。今大ピンチの状況から王道展開やってる最中だし。すかした押され漫画より面白い。ストーリーは普通ですが、画力が鳥山明を感じさせるところがあります。プロダクション IG とかだとアクションが良いのでいいかもしれませんね。ヒロインとかエヴァ最初の敵とかまんまエヴァっぽかったけど、エヴァのスタジオが作るの？誰も望んで望んない怪獣9号がずっと出続けている漫画、約束された勝利のアニメ。最初はともかく今は叩かれまくってるがな。エリンギはともかく自称最強さんが痛すぎる。怪獣デザインってことはスタジオカラーががっつり手直しする感じか？怪獣デザイン&ワークスはスタジオカラーが担当。マジで？エヴァ劇場版みたいなクオリティになるの？カラーはデザインするだけ。作るのは IG。ワークスって何？とりあえず怪獣周り全般ってこと？最高の素材から文脚のクソ漫画。この漫画マジでつまんない。鬼滅、呪術、通り部、チェンソーマン好きな俺もつまらないと思った。最初彼も手早されてたけどガチで何がおもろいのかわからん。最近ちょっと持ち直してるとはいえつまらんけど大丈夫か？晩年ブリーチ並みに大頭脳も多用しててやばいと思うわ。ブリーチはカルピスの濃度を適正にしたアニメは面白くなってるから。敵も味方全員に切ってる。あと三択眼多すぎる。序盤の序盤だけ謎って正体バレする前くらいからストーリー変えた方がいいよ。ここ数年のネットで話題になる最高に面白い漫画は、実際に読むとあんまり面白くないことが多いけど、この漫画はそういう漫画です。よくある特徴として1話が面白いので期待するけど、あとは平凡。Twitter のトレンドに毎回乗るから面白そうと思って読んでみたら思ってたのと違った。面白いのは最初の3話ぐらいまで。困難より都性病のスレイブのエロに注力すべきだろ。怪獣を生きたまま装備に加工して隊員に使わせたら強すぎて主人公がいらない展開になっちゃった。これ怪獣の中を掃除する解体屋的なのを想像してたような最初。最初だけだった。進撃とかは面白かったけど、その後の破本とステマしかないような状態だな。特に集英社のは信用に値しない。ジャンプが空洞化している感あるわ。ジャンプラの方が強くなってないか。何号か忘れたけどキノコ野郎編長すぎて飽きた。怪獣の死体の掃除屋で話作った方が面白い。これと比較すると進撃の巨人ってよくできてたんだなって思える。エレンが巨人化してつまらなくなったとか未だに言ってる外人もいるけど。うほう、急号たまんねえ。なんか可愛い女の子いるよね。正体バレた後がマージでつまんなくね。つまんないつまんないしか言ってないおじさんってかわいそう。趣味の漫画でそんなに精神すり減らして何か意味あるの？途中からなんか微妙。序盤は面白かったけど、最初からつまらないのに持ち上げられてたのが理解不能。防衛隊入ったのが間違い。ずっと清掃業者のまま裏で怪獣倒してた方が絶対面白かったろ。いくらなんでも正体バラすの早すぎたわ。序盤はワクワク感じあるからそこだけアニメ化なら最高効率。進撃は面白かったけど、鬼滅からのブームはマジで意味がわからない。カラーの人たちにシナリオ半分くらい作り直してもらえ。主人公をちゃんと苦労と成長させないまま、脇役の事情ばっか見せるから散漫な感じして見なくなったわ。一回も読んだことない外野の意見としては、最初だけめっちゃバズってたけどその後全然話聞かないね。です。制作完全オリジナルでやろうよ。そっちのが面白くなるよ。おいおい、制作ガチャ大当たりすぎやろ。この漫画は面白いけど、鬼滅ほどお涙ちょうだいストーリーでもないし、一般人に波及するとは思えん。一話のインパクトだけはガチだから、まあ普通に作られてればヒットはするだろう。意識高くてアクションセンスのない新人が監督でもしてない限り。この調子でハイパーインフレーションと筋肉糖も頼む。ドパーンって感じの漫画。なんか最近エヴァンゲリオンみたいになってきた。とゴジラみたいにすれば売れそう。そのうちダンダダンと推しの子もアニメ化するんだろうな。スタジオカラー、庵野秀明とは言ってない。